こうガシャガシャガシャってやる人とかいると思うんですよ、一足で、うん、クラッチのキレが良くて、うん、クラッチを握って足で入れるじゃない、うん、その時に入った感じがない時っていうのは、うん、何なのみたいなこと言われたりするんだけど、この状態、こっちに今僕はこっちに力を与えてるんだけど、入らないでしょ、物理的に入らないじゃん、今道具同士がぶつかってるから、この時には絶対に入らないから、クラッチを半クラッチにする。そうするとこう動くんで、ちょみっとで、その間シフトレバーは踏みっぱなしにしといて、こっちに対する力を与えておく。で半クラッチにしてもう一回すぐ切る。そうするとちょっとだけ動いて、こっちか、こっちが動いてカチッとこう入るんで、そういうシフトの仕方をしてもらえるとギアが傷まない、うん、